メタルペンシル、ボディから先端まで全て金属製、削らずに16キロ、合金の中に黒鉛を含んでいます。2エッジぐらいですよ、と。はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちら。はい、メタシルという製品です。こちら、サンスター文具さんから2022年の6月下旬発売ということなんですけれども、 え、ちょっと早くですね、サンプルをご提供いただきましてありがとうございます。ということでですね、試してみたいということなんですけども、この製品ちょっとね、えー、4月ですかね、えー、サンスターブングの方からですね、えー、っと短い動画がアップされて、 それがですね、まあ、ちょっとバズったというか話題になりまして気になってる方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思います。えいろいろとですね、不思議な筆記具であるのでですね、まあ、いろんな憶測なんかも飛び交ってたりとかするわけですけれども、そこら辺についてですね、まあ、実際に使いながらどんなものなのかっていうのを今回は見ていこうと思いますよということなんですけれども、そもそもこのペンですね、まあ、どういうものかと言いますとですね、まあ、メタルペンシルでメタシルっていう名前なんですけれども、 まあ金属製の鉛筆ですよとでボディはアルミ合金でできていてで先端の部分は特殊合金なんだかわかんないですけれども、えー、特殊合金でできていてですねボディから先端まですべて、えー、金属製でできている。 え、まあ、メタル、ペンシル、ということで、メタシル。そして、これの、まあ、最大の特徴はですね、まあ、これ、まあ、金属製なんで鉛筆削りで削れないわけですけれども、削らずに16キロ、この1本で書くことができますよということで、全く削らずに書き続けることができるっていうのがですね、まあ、触れ込みになってるわけですよ。 ということなんですけれども、まあ、どういうこっちゃねんっていうところでですね、まあ、そこら辺が、えー、ま、ポイントになってくるかなということなんですけれども、えー、ちゃんとかけて消しゴムで消せるって言うんですよ。本当かいなっていうところをですね、まあ、今回は試していきたいなと思いますと。まあ、あの、メタルペンシルっていうことでですね、まあ、こういう金属のペン先を持つ筆記具っていうのが、まあ、これまでなかったかっていうと、そんなことは、 ないんですね。実は、えー、鉛筆よりもむしろ歴史は古いぐらいで、ヨーロッパだと例えば中世ぐらいまで遡れるわけですね。まぁ、あ、12世紀ぐらいの記述にはもうすでに、えー、金属製のペン先を持っている、えー、筆記具っていうのは出てるんですね。まあ、鉛筆まだない時期なので、まあ、鉛筆が出てきたことによって、まあそれがね、あんまり使われなくなってくるんですけれども、まあ、そこら辺の歴史はちょっと最後にゆっくりしたいと思います。 ま、もしかしたら、詳しい人。まあ、あの、そういうね、筆記具とか文房具とか割と詳しい人からしてみるとですね、あ,あ、あれかって思う人はいらっしゃるかもしれません。えー、まあ、商品としてはですね、まあ、これ、比較的安いものですけど、こんなものが出ていたりとかするんですね。これがその、まあ、メタルポイントのですね、まあ、これまで発売されていたメタルポイントとして、まあ、よくあるパターンってこんな感じなんですね。だ、いろんな形のものがあります。まあ、結局、ペン先さえあれば、 えー、あとの形はいろいろなんで、キーホルダーみたいになってるものもあるし、いろんなバリエーションがあるんですけども、まあ大体値段が結構高いので、僕い、割と安めのものをこれ持ってるんですけれども、えー、こんな感じになっていて、先端部分がこういうね、えー、合金製になってます。まあ、これがね、えー、まあ既存品としてはあったわけですけれども、まあ実際に書いてみると、まあいろいろと、まあ、分かってはくるんですが、分かって書いてみますけれども、これ従来のペンなんですけども、 ちょい色が薄いんですよ。わかります <laughs> カメラの調子でどんな風に映ってるかちょっとあれなんですけど、これね、見る角度によったら見えなくもないんですけれども、ほら、光をね、こうちょっと銀色っぽい色なので、 反射する角度によるとほとんど見えなかったり、あとまあちょっと濃いところでもこんな感じだったりするんですね。こんな感じの見た目になってますよということなんですよ。やっぱちょっと薄いんですよね。それがやっぱ気になるっていう人はやっぱり、まあ、いますよね。あとね、ちょっとね、髪に対して引っかかる感じというか、ちょっとね、 ええと、まあ、滑らかさが足りんかなっていうところがあったりはするんで、まあ、そこがね、やっぱ課題だったりするんですよ。なんで、このペンを知っている人、触ったことがある人がですね、おそらく、まあ、このメタシルどうなんだと。これは黒く描けるのかっていうようなコメントもね、あの、あったと思うんですけれども、そこなんですよ。今回のメタシルは、実はペン先が全然違うんですね。ほら、 こうやって並べるだけでも違いがわかるかと思うんですけれども、ペン先が真っ黒ですよね。えー、これまでのメタルポイントは確かに、えー、メタルっていう感じで金属製のペン先だなっていう感じがしますよね。なんで、まあその通り書いた時にもですね、えー、銀色の筆跡になりますと。で、これもしかしたら、あの、長くほっとくと、えー、まあ空気中のね、 えー、ま、あの、酸素と結びついて、酸化することによって若干黒くなるっていう効果があるかもしれませんけれども、言うて使ってるときはこのぐらいの濃さですよというところなんですね。そこに対して、まあ、メタシルはですね、まあ、何が違うのかっていうと、これ、えー、ま、特殊な合金性ですということで、まあ、何が混ざってるのかわかんないですけれども、その合金の中にですね、黒塩を含んでいますと。 いうことを言われています。黒鉛を、まあ、この金属を溶かすときに一緒に溶かし込んで作っていますよということなんですね。なんで、まあ、 何パーセントかは鉛筆の、えー、ペン先みたいな感じなんですよ。だから金属の硬さもありつつの、その中に、まあ、鉛筆の黒鉛が含まれているということなんで、こんな真っ黒になっていますよということだし、実際に書いた時の線の筆跡もですね、えー、こうやって書くとですね、もうわかるかな、えー、ちょっと濃いんですよ。こんな感じです。 まあ、あの、見ると明らかに濃いんですけれども、まあ、ちょっとね、これもやっぱりカメラの都合で、まあ、うまく見えたり見えなかったりする時があるんですけど、これ、まあ、角度によっては、ま、あ、こういう角度とかだとそんなに違う。でもやっぱりちょっと下の方が濃いですよね。で、えっ、ー、と、まあ、えー、光の反射によってはですね、ほぼ見えなくなったりとかってすることもあってですね、これがですね、すごく、えー、薄いよっていうね。 薄いというかキラキラしてるんだよね。あのメタルポイントっていうのがね。で、それに対してやっぱり黒鉛を含んでる分だけかなりしっかり黒いんですね。ということで、こっちがメタシルですね。メーターシール。ですね。で、こっちがまあメタルポイント。 あとね、書き心地も全然違うんですね。ここ、こっちはやっぱりね、金属の塊で引っかいてる感があって、ちょっとね、紙に対しての突っかかりがすごいあるんですけれども、まあ、それに対して言うとですね、こっちの、えー、メタシルの方はですね、あの、中に黒鉛入ってる分、黒鉛ってね、まあ、やっぱ潤滑効果もあるわけですよ。なので、まあ、そういう意味でもですね、えー、滑りがちょっと良かったりするんで、まあ、割と鉛筆ライクな感じの書き心地になりますよ、と。 いう感じですね。ええー、まあそこら辺がやっぱり大きく違うぞというとこなんですけども、これで濃さどのぐらいかってね、まあ鉛筆でいうところのどのぐらいの濃さかっていうのも気になる人もいると思うんですけど、酸素分子の、えー、交渉値としては、えっ、ー、と、いや、大体普通の鉛筆の 2H ぐらいですよと。まあこれも紙によって、えっ、ー、と、まあ濃く出たり、そうでもなかったりすることがあるよということなんで、 紙、まあ、とか筆圧によっても違うよというのは言ってますけれども 2H ぐらいですよということなんですね。なんでまあちょっと実際そのぐらいかどうかっていうのをちょっと試してみたいと思うんですけれどもこれはあのトンボ鉛筆の、えー、モノ100の 2H ですね。はい。ちょっとねあのユニがなかったのでものにしてみましたという感じですけれどもまあどっちも割としっかりした鉛筆ではありますね。ということでですね、えー、このもののもの100の 2H ですね。 まあこんなものかなと言われればこんなものかなという感じですね。なのでこうやって置いた時にもうどの角度から見てもなんとなくそんな感じはしますね。うんちなみにだけどもうちょっと濃い鉛筆と比べるとどうなのかというところでねえ比べてみますけどこれがエッジですね。まあ、H の方が確かにちょっと濃いし HB とかで書くとですね まあこうなってくるとやっぱり明らかな差を持って HB の方が濃いですよっていうのは言えるよねっていうのはあるんですけれどもでもまあ 2H 悪くないんじゃないですかねで逆に 3H よりは濃いのかっていうのはちょっと気になるので 3H でも書いてみますけどこれ 3H ですねこれが 3H ですよということなのでこうやって並べるとまあ確かに わかるかなこれ画面でわかるかなえっと、3H よりは 2H に近い気がします。濃さ的にはね、メタシル。で、やっぱメタルポイントはやっぱりちょっと明らかに薄いよねっていうのはあるんですね。薄いというか、まあメタルポイントだけやっぱキラキラしてるんですよね。それ以外はやっぱ黒煙なので光をちゃんと吸収してるので、そこはしっかり黒が出てますよという感じですね。やっぱ HB ぐらいになるとしっかり濃いんで。 まあでも HB で書いてる人もいると思うんですけど H とか 2H だったら普通にシャーペンで使ってる人も多いですよねということでまあこのぐらいだったらありなんじゃないのかなというような気がしますそれとですねまあさらにもう一個大きなポイントがあってこのシーンですねえまあ金属の塊をこすりつけてるわけですけれどもえ上に乗っかってるのは黒鉛だったりもするわけですよねなんでこれ消しゴムで消せますよってことなんですよ じゃあ、メタルポイントの方はどうだったのかっていうのもちょっと見てみたいんですけど、実はメタルポイントって、これ同じようにこうやって消しますよね。ほら。こうやってやるとですね、メタシルと、えこの普通の鉛筆ですね、ものとかは、ほら、ここ全部消えてるじゃないですか。でも、ほら、メタルポイントってちょっと消えてない。キラキラした表面がちょっと取れてはいるんですけども、それでもですね、こんだけ残っちゃうんですね。 これ同じようにこう、ガーッと動かしてこんな感じなので、やっぱね、取れにくいんですよ。に対して、メタシルはちゃんと落ちるんだよね。おますごいですね。なので、え黒鉛が入ってることによって、まあ、ちょっと硬めの 2H ぐらいですけど、鉛筆っぽいえ黒さが出ます。鉛筆っぽいちょっと滑らかな書き心地が、まあ,あの、引っかく感じがちょっと弱いです。でえ、鉛筆のように消しゴムで消せますよということなんですよ。これ、 なかなかですよね。うん。ということでですね。これまでのメタルポイントからすると、えな、ー、んかしらやっぱりちょっとね、えー、進化したところはあるんじゃないのかなというふうには言えると思いますと。あとこれね、ホームページに書かれてるんですけれども、非常に特徴的なところとしてですね、えー、まあ、水に滲みにくいというので、水彩画とかの下書きにいいですよって書かれてるんですよ。 まあ実際それ大丈夫なのかということでちょっとやってみたいと思いますけれどもこんな感じですね。まあこうやって書いていくとですね。まああの鉛筆でも全然問題はないんですけれども、これ水彩の下書きとしてですね、すごいはっきりちゃんと線が見えた上で、擦れたりに非常に強いということで、これわかりますかねちゃんと線が見えてますよね。 こんな使い方ができるよということを言ってます。なので、これはあの、ホームページの方に、えっと、使用例として載ってるんですけれども、ということでですね、まあ、こんな感じですね。全然普通に下になっていても線が見えたりとかするので、まあ、こんな感じに使うことができますということですね。まあ、普通の鉛筆もちゃんとね、 え、水彩の下書きにちゃんと使えますよということではあるんですけれども、あとは、これがですね、まあ、メタシルのいいところは擦りに強いということなんで、こうやってやったりしたときに、やっぱちょっと擦れたり、まあ、ここら辺はちょっとほら、横に擦れてるんですよね。指とかでやりますけれども、こうやってやると、やっぱり、こう、鉛筆ってこう、横に、えっと、こう、黒いのが出たりするんですけども、メタシルがちょっとこの辺足りねえな。 っってやきますすけれども、えー、メタシルがですねこっち、あの新しい本で言でやりました。はい。割やってやるとですね、メタシルの方が、まあ、あまあそんなに、こうね鉛筆、鉛筆の方がどちらかというと、やっぱ濃い分だけ、やっぱりね、黒鉛が横に流れるわけですけど、それがあんまりならないよということで、これ、あの、イラストとかをいっぱい描いてても、手のここが汚れないって言ってましたね。 ということで、まあ、そんな使い方もできるぜっていう感じの筆記具になっておりますと。ということで、まあ、あの、雰囲気としてはかなり鉛筆に近い、まあ、ちょっと、ちょっとやっぱり重た硬い感じはあるんですけれども、それでもですね、まあ、鉛筆にかなり近い描き心地で使えるメタルペンシルが出たよということなんで、これなかなか面白いかなと思うわけです。で、あとね、 え、気になるのは、やっぱこれ使ってったらどうなるのかっていうところは気になりますよね。まあ、減りが遅くて16キロかけるということなんですけれども、本当はね、これ16キロ試してみたいなと思ったんですけども、16キロって結構あるんですよ。えー、30センチの、あの、まあ、だから A4 ぐらいの紙で30センチぐらいの線を引いたとして、5万3000本かかると。 で、5万3000本って言うと、まあ、5秒で10本線を引いたとしても、7時間かかりますよっていう計算だったので、ちょっとやめようと思ったんですけど、一応ですね、あの、これ、すり減りはするんですよ、やっぱり。こうやって書いてると、これね、んで、あの、一応ですね、同じ向きを、例えばこのロゴが出てる向きを上にして、こう、ずっと同じ面をこうやってね、上にして書いたりとかすると、これ見ると、 わかるかなわかりますかねえっ、ー、と、ちょっとキラッとした面ができたの。フラットスポットがちょっとできてます。ほら,ほらここ、ここ、ここ、ほら、キラッてしてますよね。ここのところが平らになってるんですよね。ちょっとだけ。みたいな面ができてくるので、これって書いてると、だんだん、えー、底の部分が、えー、角が取れてきて、太くなっていきます。ということなんですね。 で、16キロって言うとだいぶあるんですけど、16キロ本当に書くっていうのが、あの、まあ、メーカーの方では一応16キロちゃんと書きましたよと。で、書いて試したらこんなになりましたっていうサンプルをちょっとこれお借りしております。はい。えっ、ー、と、サンスター文具の方でですね、テストとして、えー、16キロ、えー、線を引いた後の ペンがこれですということで、まあ、実際に現物なんですけども、お借りしてきたんですけれども、こんな感じになっていてですね、これ並べてみるとわかりますね。こんな感じです。このぐらい違いますよと。まだ全然書けるじゃんって思うかもしれませんけれども、まあ、実際確かに書けるんですけれども、えっ、ー、と、このぐらい書いてちょっと丸くなってくると、うんなんでしょうね。あの、この、ちょっと太くって力が分散してしまうので、ま、ああの、 書いた線の印象も変わりますよねこれ。これはこれでいいっちゃいいのかもしれないですけど、こい硬い感じのシャープなラインっていうのが、ええー、まあこういう感じですね。まあちょっとこう、柔らかい線に変わってきます。で、まあもちろんそれでもね、角をうまく使えば、硬い線も引けるんですけれどもということなんで、まあここら辺は騙し騙し、こう減っていくのを使っていくっていう感じかなという気がします。まあこんなぐらいにすり減りますよということですね。 ということで、まあ、このぐらいね、差が出ますよということなんですね。で、これまだかけるような気もするんですけど、多分これね、あの、あえてここで、えっと、16キロっていうところで言っているのは、こっから先使っていくと、実は中が見えちゃうんですね。これ、あの、まあ、あ今こうなってますけれども、ここのところですね。まあ、これはあの、別にあの、推奨はしませんが、こうやってやるとですね、 外すことができるんですけど、こうやってですね、ペン先の部分、実はこう、あのこうネジになってるので分解できるんですけど、開けてみると中にこの真鍮の軸が入ってるんですよね。この真鍮の上に黒い三角が乗っかってるんだけど、この黒い三角が中心まであるわけじゃなくて、中にはこの真鍮の軸が通ってるんだと思うんですよ。なので、そこのところですね。 この中の真鍮の軸が入っているので、この真鍮色が中から見えてきちゃうんでしょうね。ということで、まあ、この辺までだったら使えるよっていうのが、 ま、このですね、16キロ使った状態。これより多分ね、あの、しばらく削ってると中からね、あの、黄色っぽいあの、真鍮が出てくると思いますと。ということなんで、まあ、そんなところなのかなというふうに思います。頑張ってね、16キロ書いて、中身が出てくるまでやってみるっていうのもなくはないんですけども、ちょっと今日は勘弁してくださいっていう感じで、ま、あそうなっちゃうよということでね、実際にね、減ったものはこんな感じになりますよ。なんか減ってもね、ちゃんと一応書けるんですけれども、この、 書き心地的にはやっぱりちょっと丸くなってきてるところをどう使いこなしていくかっていうところはやっぱりね、出てきますね。鉛筆と違ってやっぱり削ることができないので、これ安ったりとかするとダメですよ。あの、これあの、安ったりとかすると、この貴重なこのね、特殊合金でできているペン先の部分を まあ、ミスミス捨てることになってしまうので、それはあんま良くないなと。だから16キロどころかもっと書けなくなってしまうと思うので、そこはもうそういうものとして割り切るしかないですね。で、まあこんな風にね、ペン先が外れるわけですけれども、まあ残念ながらこれね、まあ使い切りということでですね、ペン先だけの販売はありませんよということなんで、まあそこはそんな感じだそうですと。まあ、気分としてはこのね、替えのペン先欲しいなっていう気がちょっとしますけれども、そんな感じになってますと。 あとは、ま、外観とか書き心地なんですけれども、えっと、外観重さ書き心地みたいなところでいくとですね、結構近いものがありまして、近いのが、ま、この辺だよねっていう <laughs>、アップルペンシルとか結構近い感じがしますね。この全体的にちょっとしっかり重い感じとかっていうのが割と近いかな。でもね、Apple Pencil より全然軽いですよ。 だいたいこのメタシルの重さが 13g 強ぐらいですね。13g っていうことなんで、まあだいたい普通にシャーペンぐらいの重さだと思ってください。製図用のシャーペンとかがだいたいこんな感じかなと思うんですけれども、鉛筆はね、まあ本当に軽いのでね、あの、これも 4g とか 5g とかそんな感じの重さなんですよ。なんでそれからするとかなりしっかり重たいですけれども、それでもまあシャーペンぐらいかなという感じですね。 えっとまあ、このアップルペンシルとかが 18g とかねあるのでそれと比べると、まあ、軽いですよというところですけれどもなんかね持った感じとしては鉛筆としてはかなり重い感じがしますであとは、えー、この断面形状なんですけど鉛筆っぽいんですけど実は、えー、六角じゃないですねこれ八角形ですねなんで、まあ、鉛筆っぽくもあるんですけれどもちょっと丸いっていう感じですね 手当たりとしては、鉛筆よりも柔らかいけれども、もあの三点持ちですよね。120度でこう持つっていう、あの三角持ちからすると、ちょっと違うところ当たってくるっていう感じなんで、鉛筆からするとちょい違和感あるかなという感じですね。あえての8、えー、角だと思います。そんな感じですね。 まあでも大体ボリューム感的にはほぼほぼ鉛筆っていう感じの仕上がりになっているかなと思います。カラーラインナップはこんな感じになってます。左から順番にブラック、ホワイト、ネイビー、ベージュ、レッド、ブルーの6色です。 ま、ペン先はどれもね、同じ黒なんですけれども、えー、ボディのカラーは選べるようになっていますということで、全体的にはどれもちょっとマットな感じの質感になっていて、まあ、レッドとか赤とか言いつつもエビ茶色みたいな色ですし、ブルーとかもね、ちょっと緑っぽい色が入っていたりとか、まあ、今流行りの感じでもありつつの、大人が持っても持てるようなシックな感じの色合いになってますよというところですね。なかなかいい感じの色かなというふうに思います。 あとはね、もうあの、いつもの濃度に書いていくだけなんですけれども、その前にですね、まあちょっとね、最初に言いかけましたけれども、メタルポイントっていうのは実はそんなに新しいものではないんですよ、という話をしたと思います。鉛筆よりもむしろ古いですよ、ということなんですけれども、まあどういうことなのかっていうのをちょっとだけ話をしておこうと思います。えー、なんとなくね、あの、年表というか時系列を書いてみたいと思いますよ、と。古代から、えー、まあ人類が使ってきた筆記具っていうのがあるわけですけれども、こうずーっと使って、 できた筆記具何が一番最初にあったかというとですねえっ、ー、とまあ足ペンっていうのがあったりするわけですよね。で足ののペンっていうのは まあ足とかヨシとかっていうですね、まあ植物の茎ですね、茎の部分をストローみたいな状態のやつを斜めに切って、で、そこにですね、えー、まあ割れ目をつけて、えー、インクをつければですね、書けるよということで、まあ筆みたいなものもあったと思われるんですけれども、筆と、それから足ペンみたいなのがありますと。 でただ、このアシンっていうのは、まあ、本当にあの植物の茎に非常に弱いんですけれども、まあ、これに代わってですね、あの、まあ、途中から出てくるのが、まあ、6世紀ぐらいのところから、えー、ですね、まあ、19世紀ぐらいまで、結構後の方までなんですけれども、19世紀ぐらいまで、えー、羽ペンっていうのができてきます。ガペンとも言われるんですけど、ガチョウの羽とかね。 そういうやつです。を、ええー、まあ、同じなんですよ。考え方は同じで、ガチョウの羽も、羽の付け根のところですね。まあ、こう、羽がこうあるわけですけど、こう、こうあって、こうなってますよね。こうなってる部分の、ここの、えっ、ー、と、軸の部分はストロー状になってますよということなんで、まあ、その、えー、ストローみたいになってる筒の部分をですね、まあ、こう、こういう感じに切ってあげると、えー、まあ、インクをつければペンになるよねっていうペン先があるわけですね。 では、そんな感じのが19世紀ぐらいまでずっと使われてるんですね。で、書いてるものはですね、紙がヨーロッパに入ってくるのは、実はですね、えっ、ー、と、まあ、14世紀ぐらいなんですね。14世紀ドイツとかなんですけど、イタリアで13世紀ぐらいにイタリアに入ってきて、イタリアで、まあ、すごい人気になって、 っていうところなんで、まあ西のヨーロッパの方っていうのは実は紙が入ってくるの。紙自体の発明はですね、まああの紀元前のですね、2世紀ぐらいって言われてるんで、ずいぶん古いんですけれども、そのぐらいになって、これイタリアですね。で、まあ14世紀でドイツぐらいまで紙が来るっていうことで、紙まだあんまなかったんですね。ない時期なので、ここら辺は羊皮紙とか、パピルスから羊皮紙に変わって羊皮紙使ってるっていう感じだと思ってくださいと。 いう感じの時期ですね。ま、洋室に書くってなると、足のペンとかだとやっぱり弱いので、羽ペンで描きたいよねっていうのがずっとあるんですけども、ただ羽ペンもやっぱり、ま、常にね、ナイフでちょっとずつ先端を整えてあげないとすぐ書けなくなるよということですね。で、えー、ま、15世紀ぐらいですね。15世紀ぐらいのところで、えっと、鉄ペンですね。えー、金属のペンが え、考えられます。あの、出てきます。スチールのペン先っていうのはだいたいここら辺で出てきて、まあ今のですね、あの漫画家とかが使っている、まあ20、21とあってですね、まあなんとなくちょっと残ってますけど、ここら辺弱くなってますけども、あの金属のつけペンがここら辺で出てきますよと。まあなんで、なんとなく足ペンがあったところから強さが必要なので、 羽ペンになりました。で、鳥の羽をずっと使ってたんだけど、それでも弱いので、今度金属にしましたっていうのは、なんとなく流れ分かりますよね。で、これと同時にですね、まあ、いちいちつけるのめんどくせえなっていうのが出てくるわけですよね。で、いちいちつけるのめんどくせえぞっていうところでですね、万年筆が登場するんですけど、万年筆がだいたい19世紀ぐらいから、えー、に、19世紀の頭ぐらいに、まあ、でき、できるわけですね。で、考えられるっていうことで、万年筆っていうのはこっからなんですよね。 なんで、まあ、えー、だんだん強くしてきました。でも、インクつけるのめんどくさいです。万年筆ができました。っていうのが19世紀の、まあ、この発明の連鎖なわけですけども、この万年筆、インク漏れるじゃんっていうのがあって、これが嫌だなと思って、20世紀になって作られたのがボールペンなんですね。なんで、ここはボールペンです。 あの、印刷機の技術やなんかを使って作りましょうということで、まあ、ボールを転がしてインクを転写すればいいんじゃないのかっていうのがボールペンですよね。って考えると、この流れがすごくよくわかりますよね。っていう感じになっています。で、一方で、鉛筆族みたいなやつがあるわけですけど、鉛筆って実は、えっ、ー、と、16世紀。ここですね。ここで鉛筆っていうのが、えー、まあ、本格的にというか、ちゃんとした鉛筆っていうのが発明されるのはここですね。 何かというと、イギリスの鉱山、16世紀にですね、中頃以降だと言われていますけれども、えー、イギリスの湖水地方というところですね、カンバーランドっていうところにですね、黒鉛の鉱山が発見されるんですね。でこれが、まあ、良質の黒鉛鉱山っていうのが発見されたことによって、それを切り出して、えー、木に挟んだりとかすることによって鉛筆ができるよねって言ってできたのが鉛筆なんですね。 もちろん鉛筆っていうのはこのあとシャープペンシルにまあ変化していくわけですけどもそんな感じの時代っていうのがあるわけですけどもこれでここで鉛筆っていうのができる前っていうのは実はまああの黒鉛で描けるっていうこと自体は分かっていたんですねもうこの辺の時期から黒鉛っていうのはまあ墨としては使われてたんでインクとしての黒鉛は使われていたんですけれども塊の黒鉛のちょうどいいのが見つからなかったのでここまでほとんど作られてきてないんですね。 炭とかを使うっていうのがあるで木炭とかを使うっていうのはあるけど荒い鉛筆とはやっぱりだいぶ違うのでっていう感じだったりします。でこの鉛筆の黒鉛の塊っていうのがね、えー、発見されるよりも前はじゃあ違う金属の、まあ、金属の塊とかでこすってあげるとそれっぽいのが描、えー、けるよねっていうのがあった時期があります。それが12世紀ぐらいっていうことですね ここです。ここら辺です。で、12世紀ぐらいにはもう、えっ、ー、と、まあ、文章に出てるということなので、えっ、ー、と、記述が残っているってことは、そのちょっと前ぐらいから、なんかしら、やっぱり金属で擦りつけると書けるよねっていうのはあったと思うんですけども、まあ、12世紀ぐらいからが、このメタル、ペンシル。メタルポイントか。メタルポイントですね。とっていうのがあります。で、このメタルポイントっていうのは、だいたい17世紀ぐらいで終わってると言われています。 なので、メタルポイントが出てくるんですけど、ここら辺で、まあ当然ですよね。鉛筆の方が超便利なので、鉛筆に持ってかれますよという感じですね。で、まあ鉛筆はここら辺でコンテっていう人が出てきて、ニコラ・ジャック・コンテですね。この人が出てきて、まああの黒煙のクズ黒煙でも作れるようになりますよということで、まあここは、ここはイギリスですね。イギリスから鉛筆ができますよというところですね。こんな感じの 時系列だったりしますでメタルポイントがあった時期っていうのはであのよくねこのメタルポイントを使って書かれたものっていうと,、えー、とデューラーとかですねアルブレヒト・デューラーっていう人とかレオナルド・ダ・ヴィンチですよねああいう人たちが素描とかを書いてるのでよく出てきたりとかするんですけどあの人って15世紀から16世紀ぐらいのところですねここら辺に住んでた人なんですよ。ここら辺ですここらら辺辺ですに まあ、その歴史的な画家の人が素描を残しているわけですけれども、この頃なので、えっと、この頃は、まあ、洋皮紙とかそういうやつに、この金属のこのメタルポイントで書いていたりするものが残っているんですね。ここら辺なんですよ。メタルポイントがしっかり、まあ、あの、ある程度形になってはいたけれども、まだ鉛筆が発見される直前ギリギリぐらいなんですよね。 16世紀、まあ、15世紀ぐらいですよね。えっ、ー、と、リューラーが1471年から1528年とかなので、ギリギリですね、まあ、あの、16世紀の後半になって鉛筆が発見されるので、実は被ってないんですよ、この人たちは。なんで、実はダ、ダヴィンチって鉛筆知らなかったんですよね。 死ぬまであの、鉛筆に触れてないはずなんですよ。なんでダ、ダビンチとかの時代には、この、メタルポイントっていうのは、まあ、つけペンみたいなインクのペンですね。こっちインク、インク属じゃないですか。インク属に対して、ま、ここが、こ、すりつけるっていうね、えー、やつなんですね。液体に対してこ、こっちが液体筆記具なんですよね。液体筆記具に対して、固体筆記具って言ったらいいのかなあ、こ、ここが違うやはい。 ね個体筆記具ですよね。 液体筆器具と固体筆器具があって固体筆器具っていうのはまあどこでも持ってけてだってつけ、羽ペンとかだったらインクの瓶を開けてそこにちょんちょんってつけて書かなきゃいけないっていうのがあるんですけどもそれに比べるとメタルポイントとかっていうのはどこでも書けるから非常に便利だったりもするしあとはですね皮紙とかに経線を引く道具として使われたみたいですねえっとシャープに引けるけれども薄いっていうのをですねまあ逆手にとって経線引き用の筆器具として でまああのこういうとんがった状態なのでまあそんなのができたりもしますよというところでまあそれぞれ良さがあったのでこっち側の個体属の中で使えるものがメタルポイントだったんですよ。 なんで、ここら辺の人たちは使ってるんだけど、鉛筆が発見されるや、やっぱり鉛筆の方が便利だよねっていう風になってくるので、メタルポイントは一回捨てれます。だって、色薄いし、やっぱり書き心地っていうところでいくと圧倒的に鉛筆の方が、やっぱりあの、ベースになってる分は強いんですね。 なんで、鉛筆を使っても別に何も困りはしないんだけれども、ここのところでまあ復活したっていうのが、まあ、この色の薄さっていうのとかがあったりして、鉛筆からすると圧倒的に不利っていうのがあったので、ここで一回捨れてるわけですけれども、これがですね、まあ、水面下をずーっと通ってきて、ここに来てですね、まあ、あの黒鉛を入れるっていう新しい方法ができたことによって、ちょっと一回見直してみてもいいんじゃないのかみたいな感じで出てきましたよということだったりしますと。 いう立ち位置なんですね。こうやって見るとちょっと面白くないですか世界のこういうですね、まあ筆記具の歴史。あとこっち側にね、紙とかがこう流れてくると面白いんですけど、ヨーロッパには大体ここイタリアね。イタリア13世紀、14世紀ぐらいにドイツ。で、12世紀でここがですね、えっ、ー、と、まさかスペインとかね。とかぐらいな感じですね。 ええと、まあ、東洋からですね、あの、どんどん中国から順番にこうね、こっちに寄ってくるわけで、あの、ヨーロッパに寄ってくる流れなんですけども、あ、これも左右が逆か、みたいな感じですけども、そんな感じでドイツに来るのがこの辺。で、活版印刷がこの辺でできるわけですよね、っていう、15世紀とか16世紀とか、この辺ですよね。15世紀かなね。とかに、えっ、ー、と、活版印刷っていうのが、印刷っていうのがで,できますよ、とか。 こういうのをこうやってね、年表を作りながら並べてみるとなんか色々と関わり方が分かってきて面白いですよね。えー、メタルポイントが全盛だった時代っていうのはまだ鉛筆がなかったんですね。だから濃くはっきり書けるっていうところでは鉛筆でいいじゃんって言われればその通りだと思いますけれども、それでもですね、まあ、液体を使うものに比べると簡便性はあるよねみたいなところもあったりするので、これはこれで立ち位置としてはあったんですよということですね。 で今まあ考えるにどうなのかっていうところでいくとですね、正直なところ別に鉛筆で困っていないと言い、困っていないんですよ。だからこれが主流になるっていうことはまあなかなかないと思うんですね。で、あの、すごい面白いし、すごいなとは思うんですよね。 これで削らずに16キロかけるっていうのは面白いし、あと、まあ、当然ですけど、これ、あの、水に濡れても平気だし、え、ペン先が折れるっていうこともまずないので、そういう意味では、え、携帯しておいて、あの、パッと出して書くって言った時にはですね、まあ、キャップもいらないしね、これ、あの、触っても全然その黒いのついたりとかまあしないので、そういうところで行くとですね、これはこれで使い勝手のあるところっていうのはあると思うんですけれども、 まあ、とはいえ、まあもちろん今となったら鉛筆の方が強いっちゃ強いっていうのはもう認めざるを得ないところだとは思います。ただ、まあこういう面白いものもあったよっていうところもあるし、えー、実際使ってみるといろんな使い方ができたりもするので、まあ今回はこの復刻。まああのー、 昔からするとですね、まあ、ここのところで一番やっぱり鉛筆に対して、えっ、ー、と、弱かった部分っていうのが色が薄いっていうことなんで、まあ、2H って言ったらね、それはもちろん、まだまだって言われればそうかもしれないけれども、それでもですね、かなりしっかり見えるようになってきたよということでですね、まあ、ここに今日もね、説明をこうやって書いてみましたけれども、そんな使い方もできるので、 えーで、まあこうやってね、あの触ったりした時にこすれにも比較的強いっていうところもあるし、と、やっぱね、普通にシャーペンとか使うほどの機動力があるのかって言ったら、またそれはまた別の話なんで、あれですけども、なんですかね、最近は鉛筆使ってねえぞみたいな人たちも、えー、たまにはこういうものを使ってですね、あれこれ書いてみると面白いんじゃないのかなって。 まあ、あの、削らなくていいっていうことで、えっと、まあ、ずっとこう、考えながら書いてるときに削り直すっていう必要はないかなっていうところはいいところかもしれませんけれども、まあ、それにしたってシャーペン使えばいいやんって言われたらそうなんですけど、まあ、こういうね、え、解放もあるよということで、まあ、答えは必ずしも、え、一つではないよということで、しかも、鉛筆の進化系みたいな感じの、 捉え方をされるかもしれませんけども実は鉛筆よりも歴史が古いという変わった筆記具なんだよっていうのが伝わればいいかなということでですねちょっと今回はですね歴史の話もしてみましたということでまああのねしっかり書いていきたいなというふうに思いますはいということでえい、ー、ていいいいきたいと思います、えーまあ、いつもの下敷きどっか行っちゃったので「任務新ねんの。 表紙を持ってきましたけれども、そんな感じで書いていきたいと思います。これやっぱりあの、筆圧がかかっちゃうので、下のところがね、ボコボコにならないように一応ですね、引いとこうかなと思います。ということで、やっていきたいと思います。はい。うん。これもう最初から一発だよね。鉛筆と一緒ですからね。 あ今サンスターってえっとバンダイナムコのロゴも入るようになったのかなこのね丸い角の丸い星がすごい形取りづらいんだよね。 So. これトムエリバーかな紙がトムエリバーなんですけどさっきのちょっとコットン系の紙とかに比べるとあれは。 これだったかな、MD、だっったたかかなな ?MD さっきの MD ペーパーとかに比べるとやっぱちょっとこう引っく感じが弱いのでここら辺はあれですねやっぱ紙依存があるねこっちの方がちょっと薄く見える感じがします 一応、消しゴムで消せるのはいいですねなしだっとそうなんだろう 足の方は喜びかけたりするのかな。大体一緒か。だいぶページが重なってきて、やわ、柔らかいというか、下が沈むんだよね。 うん、見えますかね一応見えるね。 こんな感じですねでここにはやっぱり、うん、ペンを描いておきましょうっていう感じですけどもそうだなどっちがいいのかなこの辺かな。

嗯，对对对，嗯。嗯嗯 能不？嗯嗯 そんな感じですかね <laughs> なんか、鉛筆ねえじゃんってなっちゃうけどね <laughs> まあ一応ここがほら六角じゃなくて八角だよっていう感じの雰囲気は出してみましたけれどもどうなんだろうなねあもうちょいこれが上か <laughs> ダメだねもっともっとあれですねこの辺まであるんだよねきすか 消せるし 詳しくなさっていうのがこの芯の,このカットされてる部分というかまでがかなり後ろまであるっていうのもあるかもしれないけどもうなんか途中でついだ感がすごい出ちゃった。 髪を結構引っ掻えちゃうね。やっぱり。ちょっと。髪の表面が。やっぱ擦られてる感じはするよね。 見えなくはないかなという感じですけれどもこんな感じですねではいちょっと書いてみたいと思います文字も書けるのかってとこですね 16km。16 何なんだっけラミーかやっぱちょっと筆圧強めになっちゃいますね ついでに、ちょっと他のもの書いておく。 ということでこんなもんかなというところですねはいちょっと上から見てみたいと思いますはいということでできましたがいかがでしょうかうんまあねえー、ニッチ相当ということなんですけれども、まあ、ちょっとやっぱ薄いかなというところはありますけれどもこれ紙が巴リバーなのでやっぱね削れ方で言うとやっぱ MD のさっきのね紙に比べるとちょっと。 えー、まあ、月が、まあ、ちょっと弱いかなという感じはしなくもないですね。やっぱり紙によって、その濃さみたいなものも変わってくるのかなという気はします。で、ペン先なんですけれども、ちょっとわかるかな。この状態で、こんな感じです。やっぱちょっとね、ほら、テリテリしてるところが出てきましたね。真っ黒じゃなくて、ちょっとツヤっとした感じのところが出てきましたけども、ここのところがですね、まあ、あの、こすってできた面ですね。 本来、外にあった部分ではなくて、削れて内側が見えてるところがこんな感じになってますよということですけれども、まあ、まだ全然ね、16キロには程遠いわけですけれども、さっきの説明をしたところと、あとこれを書いたりとかしてるんですけど、そのぐらいでは全然減るっていうほど減った感じしませんけどもね。なんか今、ここら辺のラインが気持ち悪かったので、今、引き直しますけれども、よいしょ。はいと。まあ、 ねえー、消しゴムでまあ気軽に消せるのもいいところかなというふうに思いましたよという感じですね。はいまあやっぱりね趣味性の高い筆記具だというのは言わざるを得ないかなという感じはしますけどもね。まあメインの筆記具として使うっていうよりはまあ置いといて何、まあ、かあった時にちょこっと使うみたいな使い方には使えるかなというふうな気がしますというところですね。 あとね、あの、これはあの、もちろん金属ではできていますけれども、あの、スタイレスペンではないので、 えー、タブレットとかには使わないでくださいね。傷がついちゃう可能性がありますので、えっ、ー、と、気をつけてください。まあ、でも本当に面白い筆記具だなというふうに思いますので、これはね、まあ、あの、物の試しに使ってみるっていうところで、えー、まあ、やってみて、遊んでみてもらうのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、あの、実用品としてどこまでっていうところでいけばですね、まあ、今本当に便利なシャーペンとか鉛筆ありますからね、そういうものと比べてもしょうがないかなと思います。どっちかっていうと、まあ、これは本当にこんな面白い 面白いいペンががああるよっていうのを楽しみながらですねまあ、久しぶりに描いてみるのも悪くないねっていうような感じの遊び方をしてもらうのがいいんじゃないのかなというふうに思いますが、まあ、中世からルネッサンスぐらいの頃にですね使われていた筆記具が今によみがえったよというところでですね、まあ、こんな感じの筆記具ですと。 え、いうことなのでですね。まあ、蘇るにあたって、まあ、ちょっと黒く濃く描けるようになりましたんで、ということで。えー、昔のものに比べると、まあね、だいぶ使い勝手も良くなったんじゃないのかな、ということで、今回はこんな感じの、えー、メタシルでした。以上です。<music>